この巣場。この数はさすがに。私がおとりになろう。これもクルセイダーの務めだ。喜びながら鎧を脱いでんじゃねえ。お前食われたいだけだろ。さっさと逃げ。テンペスト。うおー、風が。はあ。すごい、一瞬で。剣気と称されているだけはあるな。慌てすぎ。数は多いけど動きは単調。よく見れば倒せる。すみません、見慣れないモンスターだったのでつい。この余裕いいなあ。こんなチートな剣士、パーティーに一人でもいれば楽なのに。あ、アイズさん。まだ油断できない。向こうから何か来る。今度はリザードランナーの群れ。よし、任せろ。今度こそ私が壁になる。その間に作戦を。はっ。あ、また一瞬で。凄まじい剣さばきだな。全然見えなかった。怪我はない？こちら大丈夫です。またアイズさんに任せっきりで。アイズがいれば怖いものなしだな。無傷で帰れそうだ。無傷で？それでは私がここに来た意味がない。もっと体を張らせてくれ。鍛錬がしたいの？強くなろうとする気高い心意気、私は嫌いじゃない。ああ、いや、こいつの場合そういう意味じゃないんだが。カズマ、今度は一撃グマまで来てくれたぞ。しかも1、2、3、まだいるぞ。いやいや、なんで一撃グマ見て嬉しそうにしてるんだお前は。あんな強いモンスター、さすがにこの人数じゃ心もとないぞ。問題ない、私が倒す。待てアイズ、一人で倒そうとするんじゃない。ん？一人で全てを抱え込まないでくれ。出会ってまだわずかな時間しか経っていないとはいえ、私たちは仲間じゃないか。仲間？ああ、無理に剣を振るわず、私を信頼して何体か任せてほしい。一撃と言わず二撃三撃も期待ではなく、耐えられるはずだ。あの、僕もダクネスさんに賛成です。アイズさんが強いのは知ってますけど、僕たちだって役に立ちたい。と言っても僕はまだまだ力不足ですけど。君たちは優しいね。それに強い。わかった、みんなで倒そう。あの、いい話風になってるけど、こいつただド M なだけだから。攻撃食らいたいだけだから。この巣場。今のが最後かな。ありがとう、片付いたよ。片付いたよではない。倒すのが早すぎてほとんど攻撃を食らっていないぞ。この忠実感のなさは何だ。私の体は全く満足していない。こうなったら合図。ん？私もキスだ。ぜひとも手合わせを頼みたい。ベルを相手にする時のように一切の手加減なく。そこまで言うならいいな。決して遠慮はしないでほしい。あのモンスターたちを蹴散らしてきたように、その力と技を目いっぱい私に。ドレインタッチ。元気が有り余ってるようだからちょっと拝借。お前の趣味に巻き込むな。アイズが困ってるだろ。カズマ、手合わせは？悪い悪い、これ以上身内の集体は晒せないんだ。今日はここまでにして帰るとしよう。そっか、残念。でも身内の集体って？カ
ズマ、それは私のことか。少し体力を持っていかれたくらいで、この私が。はいはい、帰るぞ。それ以上変なこと喋るならもっと吸うぞ。これはこれでご褒美だ。この巣板、アルカンレティオ、それって町の名前？ええ、この世界で最も気高く美しい町、それがアルカンレティアよ。温泉もあって当時には最適な町です。住民には多少問題がありますが。アクシズ教徒は水の女神を随分と慕っているようだね。ふふん、その通りよ。かつてアルカンレティアはハンスという悪いモンスターによって陥落寸前だったのです。そこを私のエクスプロージョンで爆裂解決、町には平和が訪れたのですよ。町を一つ救っちゃうなんて、メグミンは英雄だね。ふっふん、当然です。ちょっとちょっと、私も活躍したのよ。うん、アクア様もすごい。これほどの魔法を使えるプリーストなんて滅多にいない。こんなに素直に褒めてくれるなんて。アイズ、あなたとってもいい人ね。見る目があるわ。そういえばアイズも魔法を使えるんですよね。確か風の魔法だとか。うん、エアリエルは風をまとうエンチャント。エンチャント？そう、エアリエルを発動し、武器に風をまとって放つ。かっこいいです。ぜひ見せてください。我が爆裂魔法とどちらがかっこいいか気になります。別にかっこよくはない、普通の魔法で。チッチッチ、いけませんね、そんな決意では。かっこいいものもかっこよく見えませんよ。そうなの？そうです。我が爆裂魔法も魔法の魅力だけでなく、敵を塵一つ残さず爆散させるという決意と、こうです。この腕の角度、足の開き方、このポーズと壮大な詠唱が何よりも大切なのです。決意に詠唱、ロキも言ってた。名前を叫ぶと威力が上がるって。そうです、ロキとかいう人の言うことは正しいですよ。もっと強くなるためにいろいろ知りたい。もちろんですよ。アイズは感性もいいですし、コウマ族随一のセンスを持つこの私が指導すれば完璧です。せっかくだし、私の宴会芸も伝授してあげるわね。花鳥風月。ただいま戻りました。皆さん、買ってきたものはこれで足りてます。我を覆うはテンペスト、風よ吹き荒れし嵐よ、我が手我が身をまとう力となれ、リル・ラファーガン。そう、それです。素晴らしい詠唱、そしてポーズです。我が名はアイズ・バレンシュタイン、風の盟友にして剣気と呼ばれし者。アイズさん、一体何を。あら、おかえり。今メグミンと二人でいろいろ教えてたの。ずいぶんかっこよくなったと思わない？ちょっとそのいつものアイズさんらしくないというか。おかしいかな。いえ、どんなことをしててもアイズさんはアイズさんです。私の教えをこんなにも早く吸収して。アイズには素質がありますね。覚えが良くて驚いちゃったわ。宴会芸もあっという間にできるようになったし。きっとみんな驚くと思う。花鳥風月。アイズさんが宴会芸、それはみんな驚きますよね。
もっと背筋を伸ばして、そして片足ももっと上げる。こう？あ、危ない。ごめん、ありがとう。いえいえ、全然大丈夫です。それよりも、その顔が近くて。顔？ちょっと待った！なんだかあざとい匂いがする！神様！うわー、やっぱりバレンナニガシ君！僕のベル君から離れるんだ！早く今すぐだ！あの、神様、これには訳があって。言い訳無用！大体ベル君は油断するとすぐ女の子だ！そろそろ鍛錬の時間、行かなきゃ。めぐみ、アクア様、いろいろ教えてくれてありがとう。いえいえ、こちらこそ。今日の教えを心に刻んでくださいね。またお話ししましょう。今度は私と魔王軍幹部との壮絶な死闘の話をしてあげるわ。うん、楽しみにしてる。効果がありそうなら続けてみるのもいいかな。この巣板